よしよし、じゃあ行こうか。うん。ああ、うん。どうなんでしょうか。うん。目には見えないかも、見えないけど、あるかもしれないような力もあるしな。アーカーシャとか。うん。もっと大きな枠組みの何かがあるという可能性もあるしな。エーテルを宿す生き物として、うん、状況が確認できました。ラザハン都市内に発生した獣は聖戦士団によってかろうじて排除できたそうです。とはいえ、いつまた新たな獣が生じてしまうかわからない。依然として予断を許さぬ状況でしょう。うん、いや、うん、この丸がついてるのは何だろう。あ、色か。カララントとか使わないからな。銀貨でいくか。うん、よし。うん、あ、疑心獣の真相。今後のことですが、私は一度メガドゥーダ級に戻り、島全域の状況確認と救援の指示を進めたいと思います。うん。ラザハンでの獣の発生、特に最初に生じたとおっしゃっていた疑心獣について、市民の方々から証言を集めてみたいと思います。どのようにして最悪が起こったのか、それを正しく把握することが事態の解明につながるかもしれません。うん。僕とグラハか。わかった。なんだったらエーテルを有している生命体ってのは、もしかしたらこの星だけなのかもしれないし。うん、うん。あ、外がうるさいな。アルタクっていうと、前にレーリンを受け取ったアルキミア製薬堂。ああ。ヌハディーン。製薬堂の中で聞き込みをしないか。うん、うん。あ、同行か。これ同行さ、この前エスティニアンと同行した時に、どっかの建物に入った中にもトークスポットがあったんだね。気づかなかった。わかった。トークスポットは見逃さずに行きましょう。っていうか交換しておこう。あれ、ここ交換しなかったっけ。まだできないんだ。え、そうだっけ。あ、そうなんだ。まあ確かにここに来るのは自動だったし、特に走らなきゃいけないという場面ではなかったし。うん。トークスポットはないんですか。うん。あ、っていうかちょっと話を聞くか。そちらの赤い目の青年は記憶にあるな。確かレーリンを受け取りに来た暁の。どうしてまたこんな立て込んだ状況で訪ねてきたのであるか。俺たちラザハン大使からの要請で今回の最悪について調べてるんだ。あんたひときわ大きな獣、疑心獣を見なかったか。昨日の酔いのこと、我が輩がこの製薬堂で調合している最中に、島全体に鳴りに響くような大きな異音が鳴ってな。
調合を手早く中断して卒音を外に出ると紐落ちたというのに、エーテライトの上が真っ赤になっていたのである。エーテライト、あ、エーテライトがその薄くなってるポイントになっちゃってるのかな。直後バルシャールバザールの方から悲鳴が上がった。あ、バルシャーンか。見るとあの巨大な獣が通路から頭を出しているではないか。奴はどうにか這い出すと、駆けつけた聖戦士団を吹っ飛ばしつつ数体の化け物を引き連れて上空へと飛び去ったのである。なるほど。次はどこだ？これはどういうことなんでしょうか。トークスポットとは違うのかな。あ、これはトークスポットか。こんな近くに。え、今さら？今さらというか今この話をするの。サベネア織、やっぱり地域が近いだけあってフォルボの伝統的な織物と似ている気がするな。と言っても詳しいわけじゃないんだけどさ、シャーレアン石になってからは一度も行っていない土地だし、自分が帰るべき場所だって感覚もない。ただ最近は少し一族に感謝してんだ。高血を継いできたこともアラグの知識を託してくれたことも、それがなきゃ今はありえなかった。なんで今その話をするんだ。お客ってわけじゃないんだ。ラザハンを襲ったひときわ大きな獣について調べてるんだが、あんたは見かけなかったか。私はずっとこの東通りにいたが、ここで暴れ回った化け物はみんなより、みんな私より小さかったよ。そいつがバザールにいたってんなら、もう一方の西通りの方にいたのかもしれない。お、あれ、ここいいな。あ、このちゃんとバックヤードが用意されてるっぽい感じはあそこよりマシだな。なんだっけ、ユーロモアか、あそこの舞台より。あ、いいな、ここミディール、なんかプレイヤーのイベントにも使えそうだよね。あ、いいね。やっぱなんかここら辺はちょっと若干ユールモアっぽいような感じもするし。で、これか。困ってるわけじゃないんだが、情報が欲しいんだ。バザールを通ったというひときわ大きな獣についてさ。あいつが襲ってきたとき、俺はこのお店の奥で商品を整理していたんだ。通りに背を向けるようにしてな。そしたら突然誰かの悲鳴が、振り返るとあいつがいたんだ。そこの入り口からなだれ込んでくるところだった。俺はそのまま店の中にいて助かった。だが通りで呼び込みをしていた前の店の店主は、店の主は。やられちゃったか。ラドビラ。通路の奥から化け物の群れが押し寄せてきたんだ。中でも一番大きな化け物が買い物客たちを吹っ飛ばして、それからあの不気味な口で食っちまったんだ。俺はとっさにカウンターの中に飛び込んだ。多分他にも同じようにした奴がいたと思う。だが小さい方の化け物のうなり声が聞こえて、次に人の悲鳴が、何が起きたかのかなは分かんない。これでおおよそ証言は集まったと思うが、
ここで話し合うのはよそ。うん。よし。あ、まだ待て。この状態で話を。うん。うん。彼らの証言を総合すると、まさにこの辺りから西通りを突き抜けてエーテライトプラザの方へと向かっ、へ、え？エーテライトプラザの方へ向かったことになる。だとするとこの奥でも聞き込みをした方が良さそうだ。さっき見た看板によると、メリードズ・ハイネ、は？え？メリードズ・メイハネ。はは。酒場か。あ、それがさっきのところか。先走ってしまったな。わ、ここか。震える男性。うん。ん？人がそれに変わる瞬間をな。奥の窓際の席で、商人風の連中が飲んでたんだ。最初はもちろん普通の姿をしていたさ。そのうちリーダーらしき男が何か嫌なことがあったんだろうな。頭を抱え始めた。すると黒い蒸気みたいなものがそいつから立ち上がって、立ち上って、次の瞬間膨れ上がったかと思うと、あの化け物になったんだ。ははは。やっぱ連鎖するんだ。ふふ。ただ、給仕のミリールが、あの商人と親しげに話しているのは見たぞ。あ、ミリール。うん。で、彼か。あ、彼じゃないか。ん？ギルドシップボード。ああ、これはまだだ。巨大な異形の獣。生前師団が神獣って呼んでいたやつ。私はここでメリードからお酒を受け取っていたときに、叫ぶような、うなるような、とにかく尋常じゃない声がしたの。それで振り返ったら、黒い霧みたいのがブワッと散って、あいつが姿を現したのよ。なるほど。ははは。空が燃えるよりも疑心獣が現れる方が早かったのか。ここから客席の方を見ると外がよく見えるでしょう。疑心獣が暴れ始めた時は間違いなくいつもの空だったわ。ははは。なるほど。だけど絨毯はめくらないでちょうだいね。あいつの暴れた後をとりあえず隠してあるの。ああ。メリード。なるほど。メリード。話を聞かせてもらいたいだけなんだ。給仕のミリールっていうのはあんただな。俺たちは大使と協力して疑心獣について調査をしてる。ここで巨大な異形に変わってしまった商人について何か知っていることはないか。あの方は何度も店に来てくれていた顔なじみのお客さんだったんです。あ、カルサール。これってあれだよね、あの紹介の人だよね。あれカルサールだったんだ、さっき倒したやつ。
さっきさ、助けるなんとか、なんたらかんたらって最後に言ってたよね。紹介を助けたいって言ってたのかな。だよね。ご自身の名前を冠する紹介を運営してらっしゃいました。うん。あ、そうそう、マート社。じゃあまさか マトシャがその周りにいたとか。それはないか。うん。イエドリマンでは出会った紹介の多さで、マトシャって漁師と出会うきっかけとなったとか。やつか。そのカルザールさんで間違いないと思います。取引の大半はイエドリマンでやってると聞きましたから。ああ、でも、紹介がうまくいかなくなっていて、うん。頭を抱えてしまったと。そこにつけ込まれたわけだ。そこの絶望した心に。うん。でも、ここ最近は、党のせいで外国との商いが難しくなって、稼ぎが急落してしまったようなんです。党が消えた後も、帝国の情勢不安もあって、すぐには元の状況には戻せそうもないと言っていました。それどころか取引作品が減る一方だと。うん。紹介の面々や契約している職員たちの生活をどうやって守っていけるか。昨日も主要な所属者たちとずっと話し合っていました。だけど打開策は見つからなかったみたいで、行き詰まっているうちにあんなことに。うん、獣に転じて転じる前にカルザール氏に何か異変はなかったか。どうして彼がいち早く特に強大な獣になってしまったのか。原因を突き止めたいんだ。やっぱその絶望の度合いが強いと強力な獣に転じるのかな。うん。それが連鎖していくわけだ。創造魔法が連鎖したように。あ、っていうか、想像魔、恐怖が増大されて想像魔法が暴発。うん、まあいいや。うん。カルザールさんは仕事一筋、独身で家族はいないのだと以前おっしゃっていました。紹介の主要な方々も獣になってしまいましたし。でも近くに住む方なら何かご存知かもしれません。大まかな場所くらいしか聞いていませんが、お伝えしましょうか。うん。なるほどね。グラハティア。あそこはたくさんの住宅が立ち並ぶ地区ですが、子供の頃から住んでいたそうなので、彼を知っている方は多いんじゃないかなって。カーマク。複雑だからな。道順。自動で言ってくれないかな。うん。カーマクまでの道中、要所要所で、俺がメモを見て案内するよ。うん。あった。うん。なるほどね。じゃあ、ここでトークしていくか。うん。あ、ちょっと待って。道案内を聞く。あ、ここは要所要所か。まず酒場を出たらバザールを抜けてエーテライトプラザまで。ちょうど来た時の道を遡る形だな。あ、それだ。つまりここの話は、うん、終わった。でこれか。
そこにある階段を登って都市の上層に行くみたいだ。向こう側とかないよね、トークスポット。まあ、トークスポットといっても道案内してくれるだけだしな。よし、で、渡り廊下があるはずだ。あれ、これマンホールか。あ、すごいマンホールじゃん。いいね。じゃあその下水のインフラというかはちゃんと整ってるんだ。こうやってメモを片手に進むと街中を移動する、移動するのでもちょっとした冒険みたいだな。次は平和の時にラザハンを探検しよう。いつかきっとな。フランか。なんか良さそうなところだぞ。いいね。これ向こう行けるかな。あ、降りられはしないか。あ、いや行けるか。じゃあ待て。落ちたらやり直したからな、ここまで。そもそも行けなければ。あ、危ない。あれ、行けるじゃん。あ、なんか、登れそうで登れないな。下手すると、はまってしまいそうな気もするし。いや、ここはちょっとスプリントで。ねえ、無理か。さすがに無理か。あ、どちらにしろちょっとこれは戻れないんじゃありませんか。この、くそ。いいね。やっぱこの街好きだな。あ、素晴らしい。で、これが目的地と。よしよし。これはいけないんでしょうか。無理か。君ではないか。こっちとか行きたいな。結構広いんだ。じゃあ実際にはこの都市は。都市はというかこのエリアは。いいね。この建物の中かな。ということは。いいな、ここ。素晴らしい。いいね。パルリッカ。実はサブネア島の全域に異常事態が発生してるんだ。避難することになるかもしれないから、身支度を、しておいた方がいいぞ。だがその前に一つ質問させてくれ。この辺りに住んでるカルザール氏を知っているか？彼に何か変わったことはなかったか？ここのところ商売がうまくいっていないみたいだったけど、ルベーダー製紙局の、当紹介で大口の注文が入りそうとかで、ね、すっごく喜んでる様子だった。それが結局どうなったのかまでは知らないな。政治局の商談を取りまとめるジナバナさんなら守備を知ってるんじゃないか。なるほどね。こっちはいけないのか。マティ。若い頃から変わらず仕事熱心な人でね。いつも早朝に出かけて夜遅くに戻ってくるの。商売のためにあちこち駆け回っていたそうよ。いたようよか。でもここのところ仕事が振るわなかったみたいで、丸一日家にこもったままなんてこともあったわ。かと思えば夜中に出てきて、外のベンチでうなだれていることも。紹介がよほど窮地なんだろうって私たちも心配していたの。
あ、グラハティアか。ほほほ。こんな風に聞かれるなんて彼に何かあったの？うん。なるほど。で、その娘さんじゃないか。男性か。うん。酒でも飲んで気を落ち着かせるか。うん。それはいいことだと思います。娘さんと二人暮らしか。ベッドが二つに椅子が四つ。で、次は、こっちか。あ、待て、遠いぞ。あ、待て、これ転送したら、うわなんか前も同じようなことやったな。ん？さっきここにあったっけ？疑心獣になる直前も酒場で塞ぎ込んでたってことは、製紙局から受けた紹介を受けた案件はうまくいかなかったのか。いにしえの週末について話を聞いたとき、燃える空も降り注ぐ星も創造魔法の暴発で起きた現象だろうって思ってたんだ。実際古代人もそう考えていたのかもしれない。誰かの恐怖が星を降らせてるんだってな。確かに。まだまだわからんな。なんか集まってんな。なるほど。まあ、とりあえず。さてさて。蚕を育ててる。ってことは、これがルベユーダ、ルベーダ製紙局だな。行きましょう。よし。乗れるんだ。じゃあここら辺も行けそうだな、向こう側から。あ、これは普通に上からか。なるほど。はい。地菜花。すみませんが、できるだけ急いでください。判断に迷うようなものは極力しまう方針で。あんたが製紙局の商談を取りまとめている地菜花だよな。少し聞きたいことがあるんだが。なるほど。やるのか。あなたには、器具の運搬をお手伝いしていただきたく。詳しいことは、荷箱前の局員に聞いてください。わかった。そこの扉を出ると、書面が織物を扱う部屋です。
ドカマラというアルカソーダロの職人が仕切っているので、彼女に手を貸してあげてください。ふん。なるほど。よし。カマラさん。うん。うん。二運びをお願いするよ。この部屋と、地菜花のいた、蚕部屋の間には、ん？蚕？ふんふん。三万倉庫には糸の入った軽い箱を運んでほしいんだ。縫い上がった服が入っている袋は、マヌハが倉庫版の一番倉庫へ。重いやつは二番倉庫。ゼイメラ。あんま見てなかったね。軽そうな箱。軽そうな箱は重くはないから時間制限あるんだっけ。これがこれか。うん。あ、なんだ、普通にマークついてるんだ。で、重いの、うん、ごく普通のやつと。ああ、え、これだけ。うん、持てるかこれ。相当でかいぞ。引きずっていかなきゃ。なあ、重い。そういう持ち方なんだ。はあ、ははあ。うん、うん。あ、何の難しさもなかったな。うん。わかった。昨日からすごく怖い思いをしたけど、こうして手を貸してくれる人もいるんだし、踏ん張らなきゃ。うん。さて。うん。うん。こんな事態を前にしてはいくら用心しても足りません。糸の一本でも多く安全な場所に保管しておきたいのです。うん。残っていたものがおかしな空模様に気を取られていたところに、一体の、異形の獣が侵入してきたのです。逃げようとするも仲間の一人が捕まった。彼は悲鳴を上げ、次の瞬間自身も獣になってしまった。一部始終を見ていた仲間の別の仲間がひっと息を呑んで何かをわめき立てました。ふんふん。君も危険だぞ。商人のカルザール氏を知ってるか？彼に製糸局が仕事を紹介したと仲介したと聞いたんだが。ふんふん、氏のことは存じております。しかしあの案件については、結局他の紹介にお任せすることになったんです。当の件で苦境にあったのは彼の紹介だけではありません。他にも熱心に取り組んでくださるところがあり、諸々の条件を踏まえて、そのような結論になりました。
お断りすることを告げた時の、まざまざと浮かんだ絶望。仲間と話してみると、したって去っていった時、死の背中がどれだけ小さく見えたことか。なるほど。バナスパティ樹海でのことを覚えてるか。追い詰められた兵士や住民たちが獣に転じていった。それにこの製糸局での被害も、襲われた人やそれを目撃した人が怯え切ったところで獣になってしまったように思える。極めつけはカルザール氏だ。誰もが特に変わったことはなかったと話す一方で、ひときわ深い絶望を抱えている状態だったのは間違いない。口が回らんかもな。なるほど。今日はこの辺にしておこう。ということで今回はこれで終了します。お疲れ様でした。